どうもプリンセスワンラジオ放送局です。今回もラジオの方をやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて今回の目標は人生とは何であるかです。そう、私にとって人生は何であるかについて話していきたいと思います。まあもちろんゲーム好きのチャンネルとして存在しているわけなので、もう誰もが分かる通りゲームで一番の人間です。だからこそゲームの奥深さについて語りたいのです。今回はゲームの奥深さをガンガン掘り下げていきたいと思います。私がゲームにおいて好きなタイプはファイナルファンタジー系のオープンワールドやグランドセフトのオープンワールド、またジャストコーズのオープンワールドのようなものです。物が破壊できる、自由性がある、音楽がある、車がある、車両がある、そういう豊富なものが存在してまるで息づいているように感じられる、その瞬間が私にとってゲームをしている中で生きているという実感が強く持てます。つまりリアルに忠実に近いゲームが好きなのです。そんなオープンワールドの代表作であるようなグランドセフトオート5、これについて言及していきましょう。まずグランドセフトオート5といえばロサンゼルス、そうアメリカの実際に存在する街に旅立つことができるのです。まあ、数々リバティシティやらサンドレアスやら数々のオープンワールドを築いてきましたが、今最新であるロスサントスを舞台にしたワシントン DC ですかねを舞台にしたそのゲームはとても素晴らしいゲームです。ですが内容は結構グロテスクなものが多いです。いわゆる犯罪者が英雄として立ち上がるようなものではなく、犯罪者が犯罪者として生きていくというものです。改心するということも少なく、ひたすら血みどろの戦いが続きます。いわゆるギャングやヤクザの構想に近いものです。そういった世界観でシビアな世界観が問われています。しかしそこにまあもちろんそのストーリーに沿わずとも、ただ街を歩く、車を運転する、自転車に乗る、パラシュートで降下するなど緻密に作られたサブ要素があるため、別にミッションを楽しまずともサブで自由に自分でも目的を決めロスサントスを旅するということだけでも叶います。実に広大なゲームですね。そんな自由性を実現したゲームはロックスターゲームズという超有名なゲーム会社です。まあもちろんあのエルダースクロールやの作ったスカイリムよりはるか上の収入源を持ち、グランドセフトオート界はゲーム界のトップと言ってもいいほど大企業になりました。今ではオンライン制が実現され、グランドセフトオート5をフレンドとプレイしたり、ノラの人たちとプレイすることもでき、非常に興味深い世界観が広がっています。そのゲームを体験するだけでもとても貴重な経験なのですが、それをプレイできるということだけでより心が跳ね上がります。見て、プレイし、遊び、感じ、すべての体感していくその五感で感じ、最後は魂が震え上がるほどの体験になることは間違いないでしょう。ゲームの面白さは一別に言えることはないです。そう、言うならば究極と言うべきでしょうか。圧倒的世界観のディティールと誇るそのゲームのリアリティは、パン屋の、いや、ホットロック屋さんのホットロックの瓶やら、何やら何まで破壊することが可能なのです。しかし、破壊でトップといえば、ジャストコーズシリーズです。ジャストコーズは破壊ゲーの中ではレベルトップで、ありとあらゆるものを破壊でき、爆破シーンが豪快で、また4連式ロケットランチャー、空気圧砲とか、電磁パルス砲や、武器も様々で破壊に頓挫しています。それだけでも素晴らしいのですが、まだまだこの世界には、スカイリムのような、ファイナルファンタジーに似たゲームも近い多いのです。そう、いわゆる RPG です。ドラクエやゼルダのように、オープンワールドを駆け巡り、自分の剣や魔法で成していくというものもあります。まだまだ底知れませんね。この世界は、まだ膨大なゲームが眠っています。そんな膨大なゲームに囲まれた僕たちは、間違いなく幸せ者ですね。そうですね。私は今笑ってしまうほど嬉しかったです。まだゲームが未知数なほどいっぱいある。スカイリムだってまだやり足りてない。グランドセフトオート5だってまだやり足りてない。レベルは8000まである。そんな究極の究極まであるんだというのに。私は一体何をしているのでしょうか。今ここでラジオを撮っていますが、実はゲームがしたい。もうゲームがしたくてうずうずしている。だからラジオも撮って、よりゲームの好感度も上げていく。これは、より発信し、発信し、発信していく。ゲームの前の準備運動みたいなもんです。ここでしっかり準備運動をして、次の未来につなげていくのです。悪化にゲームに挑み、強くゲーム体制に入り、隣人体制、臨者体制、ありとあらゆるところに頓挫していくのです。素晴らしきかなゲーム、素晴らしきかな人生、素晴らしきかな私、そう思えるためにゲームに全身全霊全力全霊で全ての力を尽くしていくのです。それはファイナルファンタジーのような素晴らしい世界を目にするために、またグランドセフトオート5のような自由な世界を体現するために、また
グランツーリスモのように車のレーシングゲーで爽快感を味わったり、ゼルダのように剣と魔法で敵を圧倒したり、ウィッチャーのように魔法や剣を使ってさらなる悪魔と戦ったり、世界は未知数、ゲームは未知数なのです。終わりなど知れません。限界などはありません。どこまでものし上がっていくのです。ゲームというものが存在して私はとても感激です。しかしそこに終わることはないのです。どこまでのゲームとは続き、私も続いていく。私はゲームから見放されないように常にゲームをしていくのです。スマホゲームだってある、インターネットゲームだってある、無料ゲームだって何千と存在する。そんな中でブラウザーゲームだってあるんです。こんなみんながゲームができる環境にある中で、僕たちは何になればいいのでしょう。それはただ一つです。ゲームを愛せばいいだけ、それだけなのです。ゲームを愛せばそこから何もいりません。そう、たとえ食べることだってゲームをしていれば忘れてしまうほどです。お風呂に入るのもゲームのためなら忍んでしまいます。そんな体が匂う中でも私たちはゲームについて言及していくのです。そんな強く強くゲームを愛しすぎている同士がここに集っていると私は信じています。だからこそ今オープンワールドの素晴らしさを体現しているのです。オープンワールド、すべてが自由、すべては自分の意のまま、何もかも自分の力で成していく。素晴らしいですね。自由とはそれだけで無限的な力を含んでいます。それを自分の手でプレイできるということはもう神にも等しい行為に誓えないでしょう。究極と言われた存在、英雄と呼ばれた存在、何かにおいて、正義においても道徳においても根幹においても、全ての断りは最大値で示されていることに間違いはありません。私たちは旅をする中で常に新しい発見をするのです。それはゲームの中で旅するということです。ゲームで観光し、ゲームで旅し、ゲームで体感する。全てはゲーム越しに何もかもを体験することができるのです。英雄の道のりも悪人の道のりも正義のヒーローの名のもとに道は続くのです。だからこそ私たちは永遠の時間をさまよい続けるのです。不死なのです。ゲームにおいて何をやっても不死なのです。プレイはどこまでもズバ抜けていて、現実はどこまでもズバ抜けた世界を映し出します。画面の中に広がるその神秘な世界、それは永遠というか底知れないものです。私たちは常にそのオーガの中で戦っていくのです。そのオーガを介して私たちは大海原へと出ていき、そして川や海となり、土地となり、水となり、すべてを尽くしていくのです。すべては終わりと始まり、始まりと終わり、その終局に意味するすべての対価論なのです。終わることのない永遠、永遠として刻まれる時間、時間は確かな悪意を持って過ぎるかもしれません。しかし時には好意となって流れ、時には正義となって、すべてのものを浄化してくれるのです。私たちは何をするべきなのか、それはただ簡単です。ゲームをして現実をつかむことなのです。何より現実の始まりはゲームの始まりでもあります。常に無謀かもしれませんが、数々のことを成していけばいいのです。限界などありません。終わりなどありません。常に前を向きゲームをする、それだけで人生を満たせるものなのです。限界知らず、底知らず、夢と希望をかけてどこまでもゲームをする、好きをいっぱい体現する、好きなことで生きていく、それが私であり、これからみんなにも享受したいことなのです。好きなことでして生きる、ゲームをして生きる、何にそれ以外何もいりません。不可能なことだって仕事の仕事なんていらないのです。お金がなくたっていつか年金生活保護がもらえるかもしれません。その生活保護で生きていけばいいのです。ゲームというものはそれだけやっている時間が多いほど楽しいものです。だから私はゲームやる時間を投げ出すわけにはいきません。人生の精進においてゲームのサラリーマンになるなんてもってのほかです。ゲームをして、ゲームをして、ゲームをして、ひたすらゲームをする、そのならの過程において限界はないのです。もちろん終わりもありません。永遠とした時間を過ごし、そして夢という希望を目指し、心に胸にしてありとあらゆる体験談を尽くしていくのです。限度のない自由、自由のない限度。さあ一体どうなるのでしょうか。これから私の巻き起こる人生においてゲームはどんな位置づけになるのか。それは大一番の位置づけとなることに間違いはありません。果敢に挑み、果敢に食し、果敢に挑んでいく。常にご飯を食べたらゲームをして活力を養うだけ。ゲームをして、ゲームをして、ゲームをして、いくらだってゲームをする時間があるんです。僕らはそのゲームをする中で常に冒険心と夢と希望を踊らせるのです。
間違いありません。ゲームとは確かになる心の西洋なのです。さあ共にゲームをしましょう。そして挑みましょう。新世代の一員となるべきです。今のこのジェネレーションはゲームというジェネレーションです。みんな小さな頃からスマホを手にし自由に遊んでいます。それは大人になっても続くことなのです。子供がゲームをするように大人には大人のゲームがあります。その中でいろんなゲームと散策する中で新たなモチベーションをつけていくことも大事かもしれません。さあ皆さんどうでしょうか。ここまでゲーム熱を語りました。ゲームの凄さは分かっていただけたらないでしょうか。一つ一つのゲームは何千時間とつくゲームの開発時間がかかっています。その一つとってもとても英雄的な行為に等しいです。ゲームを作っている人、それはまさしく英雄です。私たちに常に遊びをプレゼントし、もちろんゲームの職につくというのも悪くはないかもしれません。ゲームの職について新しい世界を有じっていく。株式や根幹やビットコインやそういうものを全て有じってゲームを作っていく。私たちは株で投資するくらいでもいいのかもしれません。常にプレイヤーでいていいのです。嫌なことから逃げ、好きなことをやる。そこに悪さなどありません。好きなものだからこそ最後まで貫けばいいのです。好きならやる、好きならやる、好きならやる。嫌いなことなんてやらなくていいのです。もし生きるために働くお金がいるなら、そういう場合は生活保護を申請すればいいのです。そして私はそういう生活保護を申請して現に7万5000円もらっています。それは自分が働かずともお金をもらえるという実績です。まあ簡単に言うとそれは障害者カードなのですが、いわゆる言語機能に不能があるということですね。私は統合失調症と呼ばれる病気で、言語機能に少し問題があります。そのためまあ多分このラジオでもお聞きになってわかると思いますが、どう情緒も取り留めはないことになっていると思います。しかしそれも予想の一環なのかもしれません。私を取り巻く現実の一個なのにすぎません。なので私は大丈夫だと思っています。ゲームをするのに単調でも問題もありません。すでに同じことを何度も繰り返しているようですが、ゲームは命なのです。魂なのです。人生なのです。私においてゲームをすることが以上に大事なことなどありません。親の約束も友達の約束も二の次です。全てをかけてゲームを愛しています。だからこそ私は常にゲームをするための時間に恵まれています。冒険して冒険して冒険する。たとえそれは病である私でもそれは叶うことなのです。ぜひ皆さんも挑戦してみてください。統合失調症といって医者の前に少しとぼければいいだけです。少し悪いレッスンかもしれませんが、それで永遠な自由を手に入れられるならこんなに越したことはありません。私は夜間学校に行っていて、テスト問題もやりましたが全く頭が回りませんでした。超頭が悪いとお金を貰うことができるということを皆さんお忘れなく。ある程度学歴が積んでいる方なら一回大稼ぎしてそのままゲームに引きこもるっていうのも手だと思います。私は皆さんにゲームを推進していきたいので、ゲームができる時間が確保できることを熱に願っています。ここで熱弁してきましたが、私は本当に今とても楽しい高揚感に満ち溢れています。これからどんなゲームをしようか、それを迷っています。グランセフトオートをしようか、それともグランツーリスモをしようか、シューティングゲームか、レージングゲームか、それともアーケードゲームか、 RPG か、まだまだたくさんいろいろあります。もちろんゲームセンターに行くのもいいかもしれません。そこで湾岸で実際のハンドルを持ってぐるんぐるんと動かしても楽しいかもしれません。アクセルを2足3足と入れ、ギアをチェンジしてシフトチェンジして戦っていくのもいいかもしれません。楽しい未来が私の前には待っているのです。だからこそ私たちは挑み、他に挑んでいくのです。大きなこと、それは人生での大きな試練かもしれません。働くということ、しかしそれを経てゲームにたどり着いて酒を飲みゲームをし、最高かもしれません。金剛銀酒、金の子、金の豪であり、そして銀の酒を飲むという、その金剛銀酒かもしれません。金閣寺みたいに豪勢な家が家ではないですが、私の住んでる家族住まいなので、家族に養ってもらってもいいですが、そう、そこに自由は大量になるのです。楽しいは環境から作り始めるべきです。皆さんにゲームができる時間を大量に確保してもらうべく、今回はいろんなことを強調しました。一つは統合失調症になるとなってゲームをにたらうということ、もう一つは夜間校に行って頭が悪いということでお金をもらうということ、そして最後は才が才能があるなら一回ドカンと株をやってお金を儲けてしまうこと、ガソリンスタンドの値札を見れば原油石が上がります。その原油石に投じてガソリンスタンドが高いときには高値で買って
安い時に一気に売ればいいのです。そういう感じで原油高を利用してお金を稼ぐのもいいかもしれません。さあ、長々と話してました。しかしもう今回のラジオももう15分を突破しました。そろそろご視聴ありがとうございましたという時です。ご視聴ありがとうございました。ではまたのご来場をお待ちしております。またねー。